百貫0関温泉は埼玉県久喜市にある温泉、日帰り入浴施設の名称。化石海水を利用しており、天然ガスと共に輸出するため、関東の平野部では非常に珍しい自噴の天然温泉となっている。褐色で石油臭が強く、塩辛い独特の泉質。湯量は豊富で100%源泉かけ流しを謳っている。住宅地の中に、 日帰り入浴施設と観音堂が存在する。施設裏手には温泉スタンドもある。敷地内の観音堂百観音の名は、江戸時代にこの地に祀られた百観音にちなむ。百観音とは、西国33所、万道33箇所、秩父34箇所と合わせてた日本百観音のことを言い,い、この地は万道33箇所にあたる。 その観音堂は慶応4年3月に消失、その後再建されたものの御堂が破損したため、観音像などをオーナーが引き取り、敷地内の観音堂に保存している。温泉が開発されたのは1992年4月地下1500メートルまで、ボーリングを実施して、源泉開発を行った。源泉開発以来、1992年6月から2001年8月までの9年間は、 現在とは異なった施設で営業していた。2002年2月16日に本格的な日帰り入浴施設として営業開始、2006年5月27日に露天風呂の増設するリニューアルを施行した。2014年2月22日にリニューアルをオープンし、レストランやお休みスペースの配置を大きく変えた。ありがとうございます。